スタート、ししましたちょっとばらついたスタート7番のマテラ・アリオンちょっと遅れています高ダッシュは9番ガールズ・ティアラですガールズ・ティアラ先手を取ってリードが1馬審外から10番大勢マライカ2番手に上がってきます間から4番北市サクラそしてこの間6番山人ラファールと前が4と内からは1番、公営天満も差を詰めていって半馬審査外は8番のシゲルシマージです。3あとは3馬 接近していく7番マテラアリオン上がっていきますあとは3番のクリノアルハンブラうちは2番のタガノカイリ1頭かなり遅れて最高峰5番クールヒョーマ第3コーナーをカーブしていきます前2頭並んで8枠2頭大勢マライカガールズティアラ3、4コーナー中間ですこれに4番の北市桜接近して3番手 600m 通過外は7枠の2頭シゲルシマージマテラアリオンも差を詰めていって広がってきました4コーナーへ向かいますその直後1番光栄天馬 第4コーナーをカーブ5頭が広がる形で今直線コースに向かいましたさあ先頭は間の4番北市さ桜か北市さ桜先頭かうち頑張っている9番ガールズ・ティアラ間から追い込んでくる1番の公栄天満ですさらには外からはようやく追い込んでくる7番マテラ・アリオン 200m を通過した坂上がってくるさあ先頭は1番の公栄天満2番手、外7番マテラ・アリオンの体勢3番手は接戦になりそう1番の公栄天満5人公栄天満です